第6試合暴走野良猫ロックザ・タイマン、30分一本勝負。まずは赤コーナー全日本女子プロレス井上貴子選手です。井上選手、はい、対戦相手が紅選手ということですが、はい、2人のイメージは全く噛み合わないと思うのですけれども、紅選手の印象を聞かせてください。試合もあまり見たことないんですけども、一応 LLPW の代表としてタイマンを張ってきたんで、いい度胸をしてるんで、真っ向から勝負したいと思います。タッグチャンピオンとしての貫禄を見せつけたいところですね。そうですね、今負けてられないんで、ガンガンいきたいと思います。はい、頑張ってください。はい、続いて青コーナー紅夜叉選手です。紅選手、前回の武道館大会では、全日本女子勢に勝っていますが、この勢いに乗りたいところですね。当たり前だ。今日のタイトル通りザ・タイマンで勝負してやるぜ。本日の第6試合暴走野良猫ロックザ・タイマン30分一本勝負を行います。青コーナー LLPW145 番号くれないやっしゃー。赤コーナー全日本女子プロレス155番号井上貴子。第6試合です。暴走野良猫ロックと銘打ちましてザ・タイマンシングルマッチ30分一本勝負、全日本女子プロレス井上貴子対 LLPW 紅夜叉のシングルマッチ。これまた斉藤さん注目の一戦ですね。そうですね。スペシャルゲストに北斗晶さんをこの試合からお願いします。北斗さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ早速紅夜叉の焼き入れが始まりましたね。どうでめっちゃ好きです。もう他団体のリングだろうが物打ちのヘッタケルもありませんね、この選手に関しては。おっとこれは北斗選手ここまで、そうですね、ここで見せ場って感じなんですけどね。そうですね、本当は井上隆も紅夜叉みたいなキャラクターできるんですよね本当は。私は紅夜叉とは一回だけ当たったことがあるんですよ、ドラゴンホールド。そうですね、まあすぐに終わっちゃったんですけど、この選手は、レスラーとしてはいい度胸を持ってる選手じゃないかなと思いますね、紅夜叉。なるほど、古中の選手もそれは認めてるようですね。先だって全ジョイズム伝授7番勝負の第4戦にこの紅夜叉団体の枠を超えまして初めて指名いたしました。そうですか。はい、タカコなんかもやっと自分のプロレスを見つけてきたかなっていう気はするんですけど、独的には紅の方が強いかなっていう感じですね。っていうかね、紅夜叉の場合は、私が当たった場合、はい、そうですね、やっぱどんな選手でもガンガンもうね、負けても構わないっていうのかな、そういうところが見られたんですよ。タカコの場合は、やっぱり自分より強い選手になると遠慮してしまうところがまだ見られるんですね、私からしたら。でもまあ、タカコの場合は対抗戦でやっぱ上がったレスラーだから、はい、相当上がってますよね。だから、まあ、どうなるかね、楽しみですね。これ、カード的には興味あるんですよね。独的にね、及ばないというのはこの辺りでしょうか。これ何なんですか、アネゴコールなんですか、もしかして。そうですね、人気定着してるってことですね。そうですね、すっかり LLPW の名物選手の一人です。何番選手と申し上げてもよろしいでしょう。決してね、タカコ選手も物おじはこの辺りは紅クラスはしていませんからね。このように気を抜いての
井上貴子の場合は、はい、うん、少し前まではいろんな技に手を出してしまうっていうのかな、はい、あ、いいな、この技いいなとか、人のやってるものでも真似してしまう選手だったと思うんですよ、うん、ちょっとやっぱプロレスでも流行り技っていうのがあるから、はい、うん、それが例えば男子プロレスなんかで出た場合、でもこの人の場合はね、あの膝切りですか、はい、あれには見分けを確かにかけてますね、こだわって使ってますからね、ずっとね、だその技のこだわりが出たっていうことが一番すごいことじゃないかなって私は思いますね。新しい技を出して、どんどん行くよりも自分の持ってる技を大切にっていうのかな、はい、うん、威力を増していく方がバーレスラーの個性凄みにもそれがつながっていくわけですけれども、あ、だいぶ足に、やっぱりこの技だけはっていうのを持ってない選手は弱いですよ。そうですね、あ、それは危ない、そのトップロープから2人ともありますからね、スタグにつけて猛烈な場外乱闘になっております。相手を取ったのは高子ですけれども、この紅ヤシャっていうのはキャリア的にはどれぐらいの選手なんですかね。あの4年とかぐらいですか。デビューが平成元年ですからね、はい、平成元年なんです。5年目ですか。じゃあ実力的にはどうか分かんないですけど、まあ、キャリア的には高子の方が一つ上っていうことですね。そうなりますね。一回引退してますから、1位でブランクがありましたから。あ、そうなんですか、はい、やっぱ引退したりとかそういう選手っていうのは気持ちの面で強いですよね。あ、やめて、一回離れちゃうと。私も脱走とかしましたから、ね、練習が辛くてですか、それは。いや、違いますけど。はい、いろいろ。いろいろと。そんなもんじゃ逃げませんよ。失礼いたしました。まあ、高子もこのままじゃ黙ってないでしょう、今の高子も。気の荒さに磨きがかかってきましたから、この選手も。いや、タガコの場合はね、はい、プロレス的に意地悪なんですよ。意地悪、うん、と申します。もう少し詳しく技が、うん、技というかね、性格的にも意地悪なんだと思うんですよ。だからそれをね、自分がアイドルだっていうので、ええ、隠し通してきた時はやっぱりダメな時代だったですね。字が出るといいですね、やっぱね。そう、やっぱね、何事も字ですよ、字。字、うん、私もそうだから。そうですね、うん、あのだからここ半年ぐらいのタガコは結構素晴らしいと思いますよ。そうですね、試合そのものそんなに変わってないんですけども。そうなんですよ、うん、あの出すエキスが全然違ったから。